ANA ラウンジは全日本空輸が運営するデパーチャーラウンジである。ANA ラウンジは国際線向けと国内線向けに用意されており、また空港によってアライバルラウンジも設置されている。利用基準は ANA マイレージクラブの会員ステータス、または搭乗クラスによって決められている。ANA スイートラウンジは ANA ラウンジと比較して、 利用基準は厳しいが、グレードのより高いサービスを提供している。また、ANA が所属する、航空連合、スターアライアンスの上級会員ステータスを所持していて、利用基準に合致した場合でも利用できる。ただし、この利用基準に合致しないものでも、国際線では、成田国際空港、東京国際空港の ANA ラウンジを、国内線では、 東京国際空港の ANA ラウンジを事前に利用申し込みをした上で別途料金を支払えば利用できる。大阪国際空港の国内線 ANA スイートラウンジ ANA スイートラウンジ ANA ラウンジでは本人以外に同伴者1名も利用可能である。2名以上の同伴者については ANA マイレージクラブとして 利用基準を満たすものの AMC のマイレージサービスのマイルを使用することで利用できる。なお、空港によっては ANA アライバルラウンジが設置されており、軽食が提供され、無線 LAN、PC シャワーブースを利用できる。ANA スイートラウンジ、ANA ラウンジは、機関空港にのみ設置されている。それ以外の空港には、JAL ラウンジや他社との共有ラウンジが設置されている。 利用基準は ANA ラウンジ等でも基本的に共通である。東京国際空港の国内線、ANA ラウンジ、大阪国際空港の国内線、ANA ラウンジ、関西国際空港の国内線、ANA ラウンジ、那覇空港の国内線、ANA ラ, AN ラウンジ新千歳空港の国内線、ANA ラウンジ全日本空輸の航空路線が設定されている空港を抜粋し、 同社の運営ラウンジを記載する。他の空港では、スター・アライアンス加盟航空会社との共用ラウンジなどが提供される。なお、成田国際空港、東京国際空港の ANA ラウンジは、プレミアムエコノミーでも利用できる。AB ラウンジ、全日本空輸、2013年12月22日閲覧。国際線、ANA スイートラウンジ。 全日本空輸。2013年12月22日閲覧。ラウンジ。プレミアムクラス。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。AB。ANA ラウンジサービス。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。国内線。ANA マイチョイス有料ラウンジサービス。全日本空輸。 2013年12月22日閲覧。国際線、ANA m イチョイス、全日本空輸。2013年12月22日閲覧。国内線、有料ラウンジサービス ANA m イチョイス、ご予約方法のご案内。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。国際線、羽田空港有料ラウンジサービス ANA m イチョイス。 ご予約方法のご案内。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。国内線空港サービス。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。ANA ラウンジサービス。全日本空輸。2013年12月22日閲覧。成田国際空港デパーチャーラウンジ。ANA ラウンジサービス。全日本空輸。 2013年12月22日へつらん。東京国際空港デパーチャーラウンジ。ありがとうございます。